京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の K 鈴木、対するイーグルスの先発は左の湯気、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。バファローズピッチャー交代です。 K 鈴木降板、左の山田今日2番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第3球はボール、第4球を投げた、チェンジアップ、空振り三振。左バッターボックスは9番辰巳、第4球を投げた、高速スライダー見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。打順はトップに帰って小深田、投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球は打った、ライトへ行った、ヒット。小深田いいバッティングを見せました。左バッターボックスは2番鈴木、第1球投げた、直球ストライク、アウトローへ。まずは入れてきました、1球目ストライクから。第2球、2球目ストライク、投球はこれから3球目、1つ外したボール、投げました、アウトロー、空振り三振、バットが空を切りました。4回の表が終わって5対3、イーグルス無得点で終了です。イーグルスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番茂木、今日2打、初球から打ってった、ライト前ヒット、茂木ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。第4球を投げました、外れたボール。第5球投げました、インコース低めいっぱい見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ファール。さあ6球目投げた、ボール。さあ7球目変化球、空振り三振、2者連続三振。バッターは6番ロメロ、今日はサードゴロとショートゴロ、アウトロー、ストレートは外れてボール。チェンジアップ、空振り三振、3者連続三振になりました。5回の表が終わって5対5、現在同点です。引き分けで終了です。